諸君に告げる。現在、機械生命体との戦闘は膠着状態にある。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類に悲願となる。人類に栄光あれ。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。なんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。怖いよ。トゥビー、
奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだ、あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。遠い昔、山が噴火しました。噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、生きる意味を。あれは怪盗。人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた。あれ、前に戦ったロボットだよね。推奨破壊。あの個体は放っておくには危険と判断。了解。
ターゲットを視認しました。追いかけましょう。こんにちは。ごきげんよう。どういう基準で言葉を選んでるんだろう。アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体による。なんでこんな場所に。理由不明。あそこに逃げ込んでます。しつこい。逃げる、逃げる、逃げなきゃ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。心なんかない。ただ
人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。アンドロイド？違う、こいつ機械生命体です。もう一体増えるなんて。ズビー、脱出しないと。
あの横穴から逃げられそうです。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。流量の多い箇所の移動は困難、推奨岩場を移動。司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。司令部との通信できるようになりました。 9S からバンカーへ応答お願いします。オペレーターより 9S 受信しました。先ほど人型、つまりアンドロイドに似た質感を持つ機械生命体と遭遇しました。残念ながら取り逃しましたが、その時の光線データを転送させてもらいます。了解しました。転送を開始します。それじゃあ分析の方よろしくお願いしますね。砂漠の機械どもを倒してもらえて助かったよ。ありがとう。これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？確かに一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。
ターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B、 9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえば、レジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ 2B、 砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。こちら随行支援ユニットボッド042、操作主権は 2B にセットされている。こちら随行支援ユニットボッド153、操作主権は 9S にセットされている。要請、戦闘データの交換。承認。提案、効率化のために諸データの交換を随時行うこと。承認。効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。何こいつら。楽しいね、楽しいね。これはなんていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かちよつながっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。
これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。何これ？怪盗、人類が建造した遊具。ベール上を高速で移動しスリルを体感するもの。絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところで 2B、 何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B もどうですか？何？だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。こんな形の機械生命体、記録にありません。敵からのハッキングです。
電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビアンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたのは兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです。回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう。ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。敵じゃない。あなたたち、壊れた機械生命体倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。あれは。ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は。なあ兄ちゃん、なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ。記録によると人間は股間を隠して生きていたそうだ。
股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って吐いてろ、イブ。分かったよ。でもなんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ。俺たち機械生命体はこんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああ。じゃあ頑張って食べるよ。全員が白旗。戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。オペレーター 210 より 9S 定期連絡を行います。本日は 9S に重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部から 9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いや、だって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。